さあ皆さんえー、本日はですね何のこれ動画を撮ってるか中東、いうとお「論文上級陶連でね実力を維持していく学習法ということでああ人講師の宮口聡がお送りしたいとこのように思っております。はいで上級陶連というのはですね皆さんねあの歴史が結構あるんですよ。 もうねそうだね10年ぐらい続いてますね。でまずあの「えー、論基礎登連」ってあるじゃないですか。ね、でまあ論文集中登連とは実践登連があって論文上級登連だからもう一番上に君臨する登連なんですよ。ね、でちょっと私がねレジュメをお用意いたしましたんでまあ そうですねこれ開いてみましょうかねうんあのー、ちょっとね重要なところをね私があの呼んでいきますからああ受験生の皆さんえー、合格8合目の原ってご存知ですかえー、合格8合目富士山の頂上が目指すべきゴールチェーンだとしたら容量の良い人であればですねその8合目付近 これでも合格してしまうというねそうなんですよ上級者の前にな上級者になる前に受かっちゃうという原則なんですよああつまりね合格するためには実はね上級者たる実力を要しないということなんですよなんだじゃああれじゃねえかと上級取れ意味ないじゃねえかとねいやところがなんですよほらところがという逆説です実際には この原則にあたは,はまらずにですね、不法いながらにして上級者になる人が多いんですよ。えー、そうなんです。これね、でね面白いことにね、八号目を超えると不思議なことにね、なかなか受からないんですよ。これ不思議だと思いませす。実力があるのにほらあの受からない人っているじゃん世の中には。そこなんですよ。 でそれは私に言わせるとねこう言いたいと思います。偽物上級者ですね偽物上級者なんですよ残念ながらそういった人たちは。ねはい。で上級真の上級者って何だと思う真の上級者ね。こういうことです。フルスペックで答案を書くと相当すごいことになるがねちょっとオレンジにみますよ。時間と流れ バランスを考慮しいわばデチューンバージョンの無無難なトーンを書くことができる実力を有する人のことを言うんですよ。ね、つまりねあの上級者のつもりの人っていうかエセー上級者っていうのはね知識をひけらかそうとするあまり流れバランスが崩壊しかえって採点者の心証を害しよ,よ,くないよろしくない結果に終わってしまうと。 いうことなんですねだからね例えばほら陸上のお世界王者ウサイン・ボルト選手がおりますがね彼はあの予選の時にどうですか予選の試合の時はだいたい3位か4位でしょこれです真の実力者って、ええ、常に全力疾走はしないんですよね。つまり本戦で世界記録を出すために予選はいい意味で手を抜いてるんですよ 手を抜いても受かるから、ね、受かるていうか予選通過できるから粗原骨ですよ便利試験の論文試験もそれが上級者です俺に言わせるとああねじゃああのー、な,なんでねその上級者衛星上級者の人落ちてしまうのか理由その1ね理由付けの色だから緑はい出題範囲があらかじめあ定められている あタイプの答案には強いけどねこれちょっとあのあかんだないところが本試験のように範囲の限定がなくなると弱いとええー、ねえこれは当連と本試験の違いですわ当連ってね範囲が決められちょょるでしょ今日はあ,あの29十39二29条の2で出しますわねああ つまりね確かに予備行動東連には取材班をあらかじめ設定しているものが多く無限定のものはですねドイツのアウトバンみたいにあの無制限みたいな問題ほとんどありませんよ。したがって上級者向けの東連ねそうあのいわゆる無限定の。ああ これで解決を図るっていうことが必要なんん。ですよ。だかかから上級と、ね、何がが出るか分かりませんこれが重要です皆さん。何が出るかな何が出るかなって感じです。ええー。じゃあ次。ああ。本試験の「雰囲気にね圧倒されてしまうとねこれ何色で塗ろうかなちょっとね紫って感じですよね。圧倒されてしまうところが。紫の色ってほら圧倒してる感じですからね。 要するに当連の雰囲気と本試験の雰囲気ほら本試験の雰囲気にね飲まれちゃってるんですよ。誰もが認めるような実力者がね口実に落ちたりすることがあるじゃないですか。なんであの人落ちたりするんやみたいな、ね、これと同じように、ね、その当連でトップを走ってるようなちょっとあかんだないね当連でトップを走ってるような人があ 論文で落ちることはねね珍しくないんでですよ、ね、でこれを打破するためにはどう言すればいいかというとやっぱりなるべくですよ、うん、まあしょうがないけどね通信の人はねあ遠方の人はなるべく現場に来て通れ受けるのがあの効果的ですわ。ね でももちろんね北海道の人とか九州の人に「おい東京まで出てこいや」っていうことは言えませんので、えー、まあまあ来れるわとね特に通信普段はねあのー、まあふは通信だけどちょっと勇気を出してね現場に出てみるかとね、まあ、そんな小田原とか厚木あたりの人はねなんとか来てもらえんかの ちなみに私もねほら私もかつてはあの片道3時間ぐらいかけてね東れに行ってましたよ俺の話でもねしょうがねえのかもしれんけどあの私はね三重県の伊勢っちゅうところにいたんですよ昔それであのあ近鉄特急で大阪まで2時間50分ぐらいかけて行ってましたからね東れ受けにすごいと思いませんか2時間50分ですよああ なお本番で物応じするそそ、えー、そうそうそうだからね俺はあんまり緊張しないんやわっていう人はね別に通信でもいいよつまりねあの一言でよこういうことよ練習には強いけど本番に弱い人がおるのよ世の中には。それをを上級連は解消するることと目的としてるんですよでなぜかというとねあのまあさっきも言ったように「当然」ってほら範囲が決まってるし。 うんなんかこう安心感があるわけよだからこうね、あのーまあ、成績優秀な人はまあ取れるわけでも本番ってやっぱり何が出るか分からんしその今年もね何か知らんけど特許法の問題地で192条のあたりが出たやろ普通論文で出ないよねあんな問題あんな条文でそれであっけに取られてね、あのー、なんかあんまりできなかったっていう人も多いんよ。それを、えー、このね、はい えー、論文上級等連は解消していくということになりますはいじゃあ次にね原因その三ですねはいあ。余計なことをね書いてしまいがちあるとこれは青で塗りますねはい上級者はね合格に必要な知識を有していますがかえってこれがあ裏面でることがあよくあるんですよえー まあ上級者っつってもねまああのね要するにね自分の,あの得意分野が出るとするやんそうするとねここぞとばかりに書くんですよここぞとばかりにねでもほらあのいらんことまで結果的にね聞いてもいないことまで書いてしまうしまってることが多い。 という人は、ね、要注意ですよああさっきも言ったようにねそれは真のお上級者ね赤かピンクで塗るよ真の上級者ねとはああ言えないんですよええー、もっと問題文をよく読み考える時間をね増やしてくださいよおおそうすればあ答案を書く時間 必然的に短くなりますが余計なことを書かずに済むのでかえって良い点が取れるようになるちゅうことですわどうですかいうどんですかやろねえはいで原因そのよお文字が読みにくいとコメントされること多いねこれもねちょっとよくねえからようん青か紫で塗っとおこうかねうん要するにね点数は良いがああ違う点数は ままあまあよくてもねあの青ペンはい字が読みにくいですがもっと丁寧に書いてくださいなどのコメントがされること人はね要注意なんですよあ。あ予備校の当然はねあの我々採点講師に丁寧に採点する責任がありますのでたとえ,え読みにくい文字であ書かれていてもね よほどのこと、よほどのこと、まあ、裏表逆とか、問題一に逆とか、そうでもない限りは、えきちんと採点をします。え赤で、ね我々、どんなに汚い文字もなるべく採点します。しかし、えこっからですよ、ムラムラ紫で塗りますけど、あ本試験でも果たしてそうか、定かではありません。 えー、でねあの受験生を安心させるために、ね、字のうまい下手は関係ないとまことしやかに言われることもありますが、ね、私の経験則上実際に字の読みやすい受験生はね短期で受かってます。はっきり言います一発合格者字がうまいというか読みやすい字で書いてます。 えー、で逆に字の読みづらい受験生は受からないか受かっても長期にわたる傾向これがああ見られますしたがってあ読みやすい文字で確認こうしたことはありません、ね、で読みにくい文字で書かれている方でもね 読みにくい文字で書かれている方でもはい家庭系スピードを落とせばですね読みやすい文字書けるはずですよえー、えー。でもちろんおその分ですね書ける分量は少なくなりますがああね、でも余計なことを書かずに済むという大きなメリットがあるんですよね だからあここで今一度自分のね答案を振り返ってみてください、ね。伸び悩んでる人ね字がやっぱねあのうまく字が読みづらいっていうか上手い下手っていうより読みづらい人ですよ。あなんか筆記体みたいにご行書草書というかねうんあとあれ修正箇所が多い人ね。だからね一発書きできるようになりましたよ。これ、ね、あの究極でですよ一発書きができがる人はね あの間違ったことを書いて,ても受かります、ね、うんなんかあの私がねどう考えてもこれ知識的には罰だから落ちるよって言った人が受かってるんですよ過去にやっぱりね読みやすいんですよね読みやすさって武器ですよあとね「しょうもないミスをよくやる」これは何色でいこうか青でいこうかうんああ問題の読み違いね「受験番号未記入」「答案用紙選択ミス」「未完成答案」など そうですこれねその実質面というよりも形式的かつ重大なミスをしている可能性がある、うん、日頃日頃はこういうミスをしないという方でも本番はいつもと状況が異なるわけですから何が起こるかわからないということを前提に普段以上の注力を持って望んでほしい。 緊張感を持ってということね。そういった意味において本番と同レベルの上級トレン同等レベルというかもっと上かもしれませんが上級トレンを受け続けることでそういったしょうもないミスを撲滅できると確信いたしますね。あそういうところも指導していくということよあね。以上気づいた点述べましたが 上級者のつもりの人もねあの知識的には十分なはずですからああの上級の点に注意すればねちょっと俺邪魔やな上級の点に注意すればねえー、合格を勝ち取ることができるのですはいえー、上級当年通じて ぜひ、真の上級者になろうではありませんか。はい。じゃあ次ね。あ、サンプルですか。なるほど、なるほど。これはまあね、加工に出した問題なんだけどね。別に俺、これを解説する気はしないです。これだけでもう40分ぐらいかかるからね。で、まあいいわ。これ、あの、特実ですよね。 特実の問題ですよね、うん。それでね、ちょっとあのー、上級トレンドの特殊性を言っておきますわ、えー。難しいんですよ。だから特実はね、あのー、衣装商標と同様に、まあ衣装商標元から90分だけど、こういう特殊性が一応あるということは知っておいてください。 90分1本勝負です、うん、まあプロレスやりませんけど90分一本勝負ねっあ、うん、衣装昇平はそうでしょ普通の特実はああ120分二本勝負じゃん。なでもえー、あのじっくり取り組んでもらいたい難しい問題でも諦めずに最後まで書く力をつけてほしいんですよ。うん、そうそう理由ねなんで奏者が。 それを養うことが大事なんですよ。難しくても。ね。諦めずに。うん。あの。しっかりと、うん、考える力ね。を、あの、養っていただきたいと。 そうだからねあのー、まあなんていうかほら、あのー、時間がないから諦めるとかそういうことはね、えー、あまりやってほしくないんですよ。うんと分かりましたね。はい、だから一問です要はまあ一問しても説問がいっぱいありますけどね。はい、で時系列もちゃんとこうやってく、あのー、つけますから私ね時系列つけますよ。うん 判例なんかも出したりしますね。判例とかもこうやって出したりしますから。あ,あ、で、あの答案もね、二種類用意するよ。攻めの答案、ぎっしり書いてるよね。ぎっしりきフェリー。あ,あ、でも、あ,あれ、守りのとはね、あの、スカすかですよ。ほら、この辺がね。これでも受かるぜよっていうね。のを示していきます。えー、出の糸とか解説もつけますね。うん、判例もつけます。 方式審査便乱もつけますっていうかまあ時と場合によっては審査基準ですね、うん、まあ配点基準なんかもある程度つけますわ採点がしやすいようにねまあ私以外の人も採点したりしますからまあそんな感じですよええー、まあたい上級ンドの存在際は分かったと思うけどああでね、あのー、この「論文上級陶链パック」ベースアッププラス。 なんだけど、ね、まずあのえー、っとこれね、えー、上級答連が全部で10回なんですよ。えー、であのこれ単体でも取れるんだけどまあ答あ弁っていうとただ書くだけなんでねその、まあ、審査基準特に、えー、審査基準の意証商標はね特日以上に あの重要視されますなぜかというと「特実」はただでさえ条文の知識が多いから、まあ、条文で知識を賄えるというかその問題が作れるんだけど「意証商標」はやっぱり「特実」に比べると条文が少ない分ね今パッと思いついたのは「商標法平成30年問題地」あれは明らかに「審査基準」から出してますね。はい えー、それからあの判例もですねあの論文で必要とされる判例をあのやっていきますから、まあ、できるだけそのアウトプットであるこの上級トレンドインプットであるこの特実機あの意商標の審査基準と判例ねあできればこうセットで取っていただきたいなというのがありますね。 えーはまあ、ここにも書いているように「論文特典ベースアップ講座シリーズ」ということで早めの対策で直前機能負担を軽減、えー、弱点になりがちな審査基準と判例を攻略し論文特典力をアップさせるということでね審査基準意証商標判例いずれも3時間かける3コマになっております、えー、でえー、っとね あのー、これね論文実践登壇もこうついてるしあこの、えー、これは何ですか論文完成登壇っていうのもついてるんですよ。論文完成登壇っていうのはね、えー、朝から晩までやるやつ本試験と同じ1日で終わらせるっていうやつですよ。それ2回ねだから特日、いい四4問かける2っていうことで8問。 えー、実践当連はですねえー、っと「特日」が4回「死」2が8、うん、で 8+6 で14あれ計算が合わねえなちょっと待ってね、えー、3×43×4 ですね「特日」衣装特日」実衣装特日」実衣装特日」うん。で 3×4 で3412で「特日」だけ2問やるから 十二プラス四で十六合ってるわ。はい。で、えー、上級トレはさっきも言ったようにあのー、特実も一問しか出しませんから十問ということになります。ね。で解説時間はあっと特実九十分に対して解説も九十。衣装商標も当連九十分に対して解説九十分で合計三時間です。うん。 あのー、実戦通はあは、のー、ちゃんとね特日は2問やりますけど、まあ、問題が上級通れほどはね難しくないので、まあ、それも実現可能かなと思いますね。はい、で次に、あのー、スケジュールを見ていただきたいんですけどね特に私がこの重視したい点がありましてああ特日の第1回がですね 10月9日月曜日になっている点以外は毎週土曜日新宿エルタワー本校18位から21位です。でこれですね去年とかおと年しはですねあのなんかウィークデーにやっとったんですよ水曜日火曜日ねウィークデーに。だからなかなか仕事の関係で出られないわっていう人が多かったんですが。 あ今年から土曜日にしましたんで、あのーまあ、休みの日休みの人も多いでしょうだから、まあ、できるだけ、えー、通信で出ていただくと助かるかなというのがあります、ね、で、まあ、遠方の人ね九州とか北海道とか四国とかなかなか東京に来れないから、まあ、関西の人もそうですし、まあ、通信でもいいですよ。ね でもち当連というのはねやっぱり出してこそなんぼですわ、ね、そこはきちっとねあ守ってほしいなとね基本的に年内です年内であのスケジュールがねこれ10月から始まるんだけどなんで10月からかというとやっぱりこの論文本試験の結果が分かりますからまあそれを踏まえてね、まあ、受かった人は口実に進むし 落ちた人はどうするかということで、この上級トレが選択肢の一つになってくるわけですよ。まあなぜかというと、ほら上級者なのに落ちる人もいるからね。でも俺に言わせるとそれは衛生上級者であって真の上級者じゃない。だから真の上級者になるためにこの上級等レンドをやるとねいうことなんですよ。ねでまああのお値段はこのあここにあるようにね、えー、パックで申し込むとお得だよみたいな。 まあところもありますね。えー、で、これはあの、えー、全部で十回、えー、通学通信学習経験コースの人はね、あ,あの受験生受講生割引価格でこうなります。えー、あの他のほら機関講座あるじゃない。ああいうのを取ってる人は。ただこれ単体だとあまあ八万三千ぐらいですわね。 学習経験者コース受験生割引価格これねあのあれですよ2万円オフですこのトータルサポートだとかシーケンスとかね単論一期合格コース論文合格答案完成コース要するに中上級のいわゆる期間講座と呼ばれているもの ですねまあ、どれか取ってる人はもう本当に2万円安いんですがあの L ゼミとかですね L ゼミスペシャルを取ってる人まあ逆に言うとそれしか取ってない人でもね、まあ、一応あのロングランのゼミではありますんでまあ,あそういうことで負担金額的な負担を軽減する目的でですね2万円オフということでこれは大きいと思いますよ。ね。 2万やったらな何ができますか大きいじゃないですかねええー、ということで割引しっかりありますよということですねであとはですねあのー、成績表もバッチリ出しますしね総合成績スコアオンラインにて公開しますで私がですねあの好評を書きますからああ あの優秀答案っつってもねあのなんか上級答連であるがゆえにめちゃくちゃいい点数の優秀答案っていうのはそんな出ないんですけどまあそれでもねあ,あの論文っていうのは相対評価だから点数が低くても優秀答案の人はね、まあ、受かるわけですよ。で私はあの絶対 評価で採点しますんで、例えば六十点以上が合格ですけども、五十七点ぐらいでもトップになる可能性はありますよ。ね。えー、ちょっと講座のポイントをね言ってきますけどね。はい、本試験と同様にあちょっとこの指のやつねこれあのくれた人が先生せっかくやから使ってくださいってね試験後に本試験と同等以上に問題 を解くことに意義ある受験経験者のための討論通常討論で主体される問題にはインプット講座の進捗状況に合わせたレベル設定がなされていますよって初期に実施される討論で扱われる問題はどうしても基礎的な内容にならざるを得ませんまとまったインプット補充が必要なまだ準備段階の受験生にとってはそれが最適ですがすでに本試験で勝負できるレベルまで学習が進んでいる受験生にとってはそのようなレベルの討論では意味がないばかりか貴重な時間の浪費にさえ。 なりかねませんそこで本島連で本試験レベル同等以上の問題にあたり問題文を読解し論点抽出整理し答案構成を行い全文書きに至るという論文的な脳の使い方を維持しつつ論文合格を目指しくださいねであー本試験で未出題論点判例で現場思考力を磨けると。 本当連では毎回必ず本試験未出題論点判例の質で行います。そうですね。これこれやっぱ大きいですよね。あ,あのまあ、もしかしたらね過去問に出た論点を出すかもしれんけど、まあ要はあの基本書判例の問題も出すということやね。でこれはまだ出題されてない重要な知識を確認するとともに。 あ予想準備のできていない論点が出題されたというにいかに失点せず守って書くかというあの独学では困難な訓練これを積み上げるためです。はい、で毎日論文試験本番で準備不足な論点を問われてしまったらどうですか皆さんここでの経験がやっぱりこの糧となりますよ。こうどんだけ冷や汗をかいた訓練をしたかというところがね大きいんですわ。ああ ね、はいで次近似の傾向に対応した答案作成指導あ従来論文試験は採点表に基づき必要な論点がもれなく上がっているかを基準として採点されているという認識は一般的でしたが論理的展開力を見てていいいるということになるとととうこになな少々事情が異なっています論点が上がっているかどうかに加えてその内容や論点論旨の流れバランスまでもが 評価の対象ににななっているるととうことになるからですそこで本島連では新焦点を導入し論旨の流れバランス読みやすさつまり採点者のあ採点ミスを招かないような答案を基準とした答案作成指導や検索を行っていきます要はね何か間違った時にどうやってリカバーするかみたいなところもね教えていくからああそんな感じよでこういうふうにね合格者の何か あの体験系あるんだけどちょっと写真を見せるとほら肖像権の問題とか生じるからちょっと隠すねああほらうまいこと隠したわ俺はまあいいんだけどねまあ,あのパンフには載ってんだよね一応これあの動画だからさ「宮口先生の模範答案で目指すべきレベルを明確にできた」と「2回目の論文試験が不合格になったと論文上級取るのを受講した過去の本試験で出題された事例に近い問題も出題されましたが」 難易度は本試験よりも、高かったと思います。宮口先生の模範答案には、攻めの答案と守りの答案があり。目指すべきレベルを明確にできたことが良かったと思います。そう。だからね、基本的には守りの答案で合格点はつくんだけど。時々ピンポイントで、ここだけ聞かれるみたいな、あの、重点的に。そういう時には、その、むしろ、その、攻めの答案で書いてるようなね。レベルのものが要求されたりするんだね。そうなんですよ。この人ね、もともと実力あったんですよ。 うん、でもやっぱりこのでも落ちちゃとだから原因として考えられるのはやはりその思い込み的な問わ自分では良かれと思っているけど他人から見て評価されないあるいはやっぱり本番に強いくない力、まあ、本番に強いという力が足りないまあだから私はねその、まあ、上級まあそんなところでしょうかねええ。うー はいということでね論文上級トレーンはあの本試験の結果がね分かってから、まあ、あの受けてくれればいいんだけどあもう本当にその何で落ちたか分からんような人に特に受けてほしいよねあやっぱり原因が分かると思いますよあこういうふうにして書かないかんのやなとね要するにあのほら何だっけ写真はエンジンよりも速くっていうね キャッチフレーズの自動車メーカーがあるけども俺に言わせるとね論文は、ね、こうですよ型は知識よりも速くと型がとにかくね身についてるとあの楽なんですよ知識的に間違った答案でもあの受かったりしてますんでね要するに一本筋の通った答案だぞということをあの読み手にアピールできるかどうかそこでですす、ね、一本筋の通ったところを見せれば勝ちです、ね、そういう答案を目指していきたいなと。 思います目指して指導していきますはい以上で論文上級当年の、えー、紹介動画とということになります、えー、しっかりとその合格を勝ち取るために是非、えー、上級陶錬を受講してだきできればそのベープスアッププラスということでインプットの辺りもねあ強化していただければなと思いますはい それではどうも皆さん、レック専人講師の宮口がお送りいたしました。失礼いたします。